ABEX の松浦雅人会長が10日までに自身の XQ ツイッターを更新。ダウンタウン松本人志60に関する報道姿勢などが、ネット上を中心に論議を呼んでいる週刊文春側に対し、改めて許さないと通達した。松浦氏は人って一生許せない人ってあんまりいないなって思ってた。でもね、そういう人がついに出てきたわと書き出し、同志発行元文芸春秋刊部の名を綴った。最近、この文春刊部は一部 YouTube 番組で、松本に関する報道などについて話しており、その発言内容が様々な論議を呼んでいる。松浦氏は、自身に関する文春の過去報道について一部触れつつ、わけのわからない奴の話を信じて、いろんなことを録音したテープを何も調べずに流した罪はどんだけかわかるか。で、なぜ今消した、小説にする予定だったことも知ってるくせに、何をするかお前らは。それを知ってるお前らに正義なんてあるわけないだろと記述。そしてあれをやられたことは俺は死んでも許さない。お前らの報道姿勢許さないからなと強い怒りをにじませた。さらにお前ら人の夫婦の生活まで知りもしないくせに、税金の問題までにしやがって。何をしてくれたんだよ、何の問題もないって知らないのか、などと続け。この文春幹部らに対し死ぬまでありとあらゆる方法でお付き合いさせてもらいますよ、勝負だ。わらと綴り、シャープ文春などとハッシュタグを添えた。松浦氏は9日には、文春側に対し回答をしないと、対応が悪いと怒られる。何様なの？あんたら？警察か？などと強い口調で苦言を呈し、大きな反響を呼んでいた。今回の投稿に対し会長これは勝負しかないですね、真実は勝つ。それは一生許せないですよね、ペンの暴力もひどいものは。放置してはいけないと思います。無責任に人の人生勝手にねじ曲げてダメージ食らわせておいて。そいつらだけがノーノーと生きてるなんて、世の中そんなに甘くない因果応報は当たり前。頑張ってください。週刊誌は神じゃない。人の人生変えすぎ徹底的にお願いします。応援してます。などと様々な声が寄せられている。